ナイス DTM サウンドクリエイター&ボーカリストのキックンです。今回は実はコメント欄でもご質問いただいていた内容なんですけれども、ポストパン設定による、リバーブのパンニングの設定についてお伝えしたいと思います。ね、ポストパンでリバーブのパンニングって言われても何のことってなっちゃうと思うので、ちょっとね説明させていただくんですけれども、例えば、リバーブってこの楽器音がねこう鳴っていた時にリバーブの位置ってなんか決まっちゃってるイメージありませんか？そう、例えば楽器の音をリバーブをねこうやって入れて、音を出した時に終わりますか、リバーブの音がステレオで全体的に広がってますよね。こうファーンって、これヘッドホンで聞くと分かりやすいのでヘッドホンで聞いてくださいね。ほら、音が真ん中で鳴ってるんだけど、このギターの弦音は真ん中で鳴っているんだけれども、リバーブの音がこうなんていうんですかね、広がってますよね、ステレオに。でその時にこのリバーブの音だけを、例えばね、パンで右だけから鳴らしたいとか左だけから鳴らしたいっていう場合にどうするのかっていう話なんですよね。例えばそのままパンをね、右に移動したとしても、ね、結局設定によってはですね、リバーブが結局もうステレオで広がっちゃってて、ギターの音だけが右から鳴ってるとかね、左から鳴ってるっていう状態になっちゃってるんですよね。だからこれをちょっと分離して、弦音の音、このギターのねこの弦音の音、この弦音の音の位置とは関係なく、リバーブの位置を、残響の位置をね、右からだけ流したいとか、左からだけ流したいとかっていう設定ができるっていう方法を、お伝えしていきたいと思います。ではまずは、このギターの音色を読み込みました。これロジックのデフォルトの普通のギターの音色です。そしたら、もうすでにこのバスっていうね、ところにリバーブの音が入ってるんですよ。ここにバス。すでにデフォルトでリバーブが入ってます。で、このバストラックの考え方に関しては専用の動画がありますので、それを見ていただくとより理解が深まると思います。ね、要するに今このリバーブの音は、バスっていうあのリバーブが入ってるこのバストラックにこっちに送られてて、このフェーダーを、この丸いフェーダーを上げていくと、リバーブの音がね、こう、かかっていきますよと。弦音とこのリバーブの音が混ぜられて、再生されてますよっていうことなんですけれども、じゃあパンはどういう風に設定すればいいのかっていうのをお伝えしたいと思います。で、質問いただいた内容だと、ポストパンっていうあの考え方があるんですね。で、ポストパンっていう設定をすることによって、リバーブの音とこの弦音の音を追従させることができるんですね。で、でも、そのコメントいただいた方の話だと、そのポストパンっていう設定をしても、うまく思うようになってくれなかったらしいんですよ。ね、そのポストパンっていう設定をすれば、僕も実験してみたんですけれども、絶対そのようになってくれるはずなんですけど、ちょっとね、そのコメントくださった方の状況がね、実際に見たわけじゃない、ので、ちょっとわからないんですけれども、ちょっとね、これ改めてゆっくり見ていただいて、なぜ自分がうまくいかなかったのかというのをね、この操作を見ながらちょっと復習してみていただけたらと思います。ということで、早速やっていきます。じゃあ、まずはこのリバーブを入れますね。はい、入れました。わかりやすいようにちょっと、濃いめのリバーブでしますね。はい、OK です。そうしたら次に、このパン、普通のこのギターのパンを右に振ります。そうするとわかりますか？弦音は右に行ってるんですよ、ね、もしくは左なんですけど、リバーブを入れるとね、右、弦音は右とか左に行ってるのに、リバーブの音は全体に、もうステレオでかかっちゃってる。なので、ここで、コメント欄にくださった方が言っていたポストパン。これ。このポストパンに選択すると。ね。はい。そうすると、この今、鮮度はポストパンモードになりました。ね。色が違いますよね。こう、緑色になりましたね。はい。そしたら、この状態で、聞いてみましょう。まずセンターで聞きましょう。で、これ今まで通りステレオで広がってると思うんですけれども、これを右にしていくと、終わりますか？そう。このリバーブの残響も弦音も一緒に右に移動してくれてるんですよ。これがポストパンの、モードの状態です。じゃ左に行きますね。左に行くと、ほら。
ちゃんと右側に音が鳴っておらずですね、ちゃんと左側に、だけでこう原音と、リバーブの音が鳴ってますよね。いいですよね。というのが、このポストパンの状態なんです。これでできてるはずなので、ちょっとね改めてうまくいかなかったという方はちょっとこの設定を確認してみてくださいね。ここをポストにして、ただパンを移動するだけだということですね。ではそうしたらですね、次にちょっとやりたいことがあるんですよ。今やったことというのはこのポストパンになっているので、このリバーブは右に行ったのはいいけど、原音も右に行ってますよね。ですよね。でも例えばリバーブの音は右もしくは左から鳴らしたいけど、原音は真ん中から鳴っていてほしい場合というのはどうすればいいかっていうのをお伝えしますね。でその場合分かりやすくするために一回ちょっとポストフェーダーに元の一番デフォルトに戻しますね。でそうしたらシンプルです。まず何をすればいいかっていうと、このバスっていうトラックをねクリックしてください。そうするとこのリバーブのチャンネルストリップが読み込まれます。これなぜそれをクリックしなければならないかっていうと、例えば他のトラックがあったとして、普通トラックを選択したままの状態では、ほらこのチャンネルストリップの画像を見てください。ステレオアウトっていうマスタートラックが表示されてるんですよ。これはね気を利かせて常にマスタートラックをロジックは表示してくれてるんです。マスタートラックはね 何かとマスタリングの時にも使うし、やっぱマスターのねボリュームをねこう動かしたりしたい時もあると思うので、状況に応じて。なのでなんですけど、このバストラックの中身をコントロールしたい場合はこのバスっていうのをクリックすると、ここは画面が切り替わってですね、このバスの、画面、このチャンネルストリップがここに表示されるように自動で切り替わってるんですね。で、じゃあ設定していきましょう。そしたらこれ簡単なんですよ。こっちのバス2っていうね、このバス2のこのトラックのパンってありますよね。これを移動させます。わかりますか。リバーブの音だけが右左に移動してないですかっていうことなんですよね。つまり言うと、この例えばリバーブのバストラックをねこう何個か作ってあげてね、例えばこう2個3個作ってあげたとしましょう。そうしたら、これをですねちゃんと、これはこっち右とかね、これ右用とか、こっちのパンは左用とかやってあげると、ほら切り替えて見ていくと分かりやすいですよね。ほら右用左用っていう、まあ、リバーブの使い方もできるわけなんですよね。っていう風に使い分けてあげると、このリバーブは右から返ってくるよ、左から返ってくるよみたいな、ことができるんですね。でこれは今ちょっと操作というか機能面だけで話してしまったんですけれども、これどういう時にそういうことをするかというと、例えばミックスっていろいろやっているとですね、音がこうごちゃごちゃしてきて、しまうんですよ。でもちろんそれは EQ を駆使したりとか、音量とか、ね、空間の、とかコンプレッサーとかね、いろいろ使って綺麗に聞こえるようにまとめていくんですけれども、例えばねリバーブの音が全部ステレオでバーって広がってしまっていると、ちょっとね音の分離が悪い場合とか、いやこの音はちょっと全体に広げずにこっちからだけ鳴らしたいとか、そのバランスを取った方がいい場合ってあるんですよね。なんか思いませんか。こうリバーブが全体でわーってもう楽器が20個ぐらいあって、そのリバーブが全部同じ空間で全部鳴っちゃってた場合って、なんか、オーケストラサウンドとかならいい場合もあるんですけど、同じホールで鳴っているっていうのは再現するっていう意味でなんですけど、例えば EDM とかね、ちょっとちょっと普通の空間ではないバーチャルの空間っぽい音作りとか、そのちょっと複雑な音作りとかしたいときに、こうねこのシンセのリバーブは右からとかね、例えば原音は右から鳴ってるんだけどリバーブは左から返して音に厚みを、面白い厚みを作っちゃおうとかっていう、なんか面白い使い方とか、基本的に音を整理するための使い方まで幅広く使えるので、ぜひねこのポストパンとかを活用したりとか、ポストパンじゃなくてもね、純粋にこっちで原音は真ん中から鳴ってるけどリバーブだけは右から鳴らすとかねっていうのをね、ぜひ試してみていただけたらと思います。ね、
最後まとめすると、ここでねバスのリバーブを作ったら、ここでポストパンを選ぶだけね。そしたら右にすればちゃんとこの原音にリバーブの位置がこうパンの位置が追従してくれますよってことでございますね。そして、このポストパンを使わない場合に関しては、純粋にこのリバーブのバストラックね、バストラックを選択してあげて、そしたらこのチャンネルストリップのこのリバーブのみの、このパンっていうのをここで設定してあげれば、原音は真ん中だけど、残響は左からだけ聞かせるっていうことができます。これリバーブ以外のエフェクトでも、使えてしまう非常に面白い技なので、ぜひ活用してみてください、僕のチャンネルでは、こういった基本操作やちょっとね変わった中級以上のテクニック、入門者向けのテクニック、さらにはアレンジや僕の演奏動画、歌ってみた動画なども配信しておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。オーディオストックの攻略動画もあるので、ぜひね DTM でお小遣い稼ぎもしちゃいましょうということで、本日もありがとうございました。ナイス DTM キックンでした。